ギャマ、ラマ、ジャマは、クジラタマ、ヒズメメラクダ科の動物である。体高約1.2メートル、体重70から140キログラム。南アメリカのアンデス地方に多く住む。姿は、ラクダと似ているが、背中にコブはなく、むしろ凹んで見える、平らな背で、全身が毛で覆われている。白い毛のものと茶色の毛のもの、白と茶色がまだらになったものがいる。足から、 頭までの体長は1メートル程度。頭から尻までの長さは2メートル程度。まつげが長く、目がパッチリしている。性格はおとなしく、人になれやすい。ボリビアやペルーの山岳地方では、古くから家畜として多く飼われており、荷物の運搬用に用いられたり、毛や皮を衣類に用いたりしている。肉を食べることもあるが、儀式などの特別な時以外はあまり食べられてはいない。 日本でも動物園などで飼育されている事例がある。寒冷で小雨なアンデスでは木材があまりないため、リャマの糞が貴重な燃料として使われている。近年、都市部においては用いられることが少なくなったが、田舎では現在もリャマの糞で煮炊きをしている人々がいる。非常に近縁の動物として、アルパカビクーニャグアナコがいる。このうち、グアナコを家畜化したのがリャマだと考えられている。 これらの動物よりもリャマの方が圧倒的に飼育数が多い。リャメラダアルテイプラーノではリャマを放牧している姿をよく見かける。リャマを飼う人はリャメラダと呼ばれる。手に20から30センチメートル程度の紐を持ち、くるくると回してリャマを追い立てる。このリャマ追いの姿はオルロなどで行われるカルナバルの踊りの一つにもなっている。踊りでは赤を主体とした綺麗な衣装を着て、 キリスト教の神父が被る帽子に似た方の帽子を被る。背中にはアッアヨで小さな荷物をくるんだものを背負う。軽快なブラスバンドの曲に合わせて軽やかなステップで紐を回しながら自分を回るように踊る。ヤメラダは先住民であるアイマラ族の言葉ではカルワニと呼ばれている。1400年代にペルーの海岸線付近で繁栄し、後に インカ帝国により滅ぼされたジム王国の遺跡からは、一度に殺害された人間の子供とリャマの骨が大量に出土しており、大規模な生贄の儀式が行われていたことが確認されている。インカ帝国においては、重要な儀式の際に生贄として捧げられたと言われる。特に真っ白な毛のリャマと濃い焦げ茶のリャマは、生贄用として陳徴されていたらしい。 ギャマの大事をミイラにしたものが、ラパス市などのアンデス地方の町で売られている。これは、家を新築する際に、家の下に埋めて、家内安全を願うために用いられている。ミイラの代わりに、ギャマの形をした土偶を埋めることも多い。これらはいずれもインカ時代の生贄の風習の名残で、あると思われる。ありがとうございます。